手文庫。このサイトってどういうサイト？あのロボットアニメやあのアイドルアニメでおなじみのあのアニメ会社が運営してるのよ。とりあえず話題沸騰。それじゃあ作品紹介いってみよう。パロディだろうがリスペクトだろうが取り締まる。やたて館内の IP 実業を守るのはこのあたいたちよ。 IP ポリス都築ちゃん。勇者獅子王ガイがついに帰還。天海守カイドウイクミの新しい戦いが始まるわよ。破壊王ガオガイガー対ベターマン。東京を舞台に SD ガンダムたちの熱い戦いが開幕。旋風忍者エクシアや竜帝ユニコーンといった新キャラが続々登場ね。 SD ガンダムザ・ラストワールド。アナハイムラボラトリーから裏側の記録アナログ発見。失われたと思われていたモビルスーツたちのミッシングリンクが今明らかに。アナハイムラボラトリーログ。地球を守るためにオリオンの騎士になる。バラよ、銀色のバラの謎に迫るわ。オリオンレイン。雷神王が消えた世界でのアスカの戦い。あとこれまずくない？はい、ジンやコウジ君は？雷神王は？絶対無敵雷神王、五次元帝国の逆襲を読みなさい。世界はウォータイムショーという偽物の戦争で一部の人間によって支配されていた。そんな世界をぶち壊すために3人の若者が命を懸ける。ウォータイムショー戦場のエクエス。引き受けたものは何でも宇宙のどこであろうとも必ず時間内に届ける。銀河をかけるセクシーデコトラドライバー長峰椿のド派手な痛快 SF アクション。運び屋椿。新しいサンムスの登場でいろんな謎が解き明かされるんだって。サンムス02。第1期の小説も好評発売中。コミカライズもやってるわよ。人工知能の技術コンテスト出場を夢見る6人の少年少女。眩しいくらいの青春コメディね。僕たちはキャラクターを作りたい。地球の王子とのキスをめぐって戦う星の姫たちの物語よって。使命とやきもち渦巻く婚活バトル。いやー大人だね。星のプリンセスコード。ああ、愛しのガイア様。タオちゃん、コードギアスだって。コードギアス、今回のコードギアスは6編からなる短編集なのね。チェックだわ。コードギアス暗礁、モザイクのかけら。あ、クロスアンジュの外伝だよ。アンジュやヒルダ、それぞれのキャラクターの未来や過去を紡いだ外伝を展開するみたいね。クロスアンジュ、天使と竜のロンド、外伝、追い時もあるわよ。これで全部かな。あ、もう一つある。放課後にアニメを一緒に見て聞いて語りますって。私たちのことじゃない。はじめまして、第2期決定。ご存知のものから初めましてのものまでいろんな作品を掲載してるのよ。きっとみんなのお気に入りが見つかると思うな。詳しくはやたて文庫で検索してね。バンバン更新しちゃうんだから。せーの、やたて文庫。